はい、どうもこんにちは。ですね、今日の、宝くじ、外れ報告、ということで、また今回もね外れました。あのね、外れたんですけど、今日ね、8080だったんですよ。うん。でね、またね今回やっちゃったんですけどね、僕はね3080で買ったんですよ。3080ね。うん、だってまあこの頭のね3が8だったら、まあセット買いですからね、359,900円だったんですけど、まあ残念でした。で、まあ僕が割り出した数字からね、まあいつもの仲間がね、まあちょっと近い番号で買ったんですけど、そいつはね当たりました。うん。まあただね、8080じゃなくてね、まあちょっとボックスということだったから、いくらだったかな、51,400円がね、僕の仲間は、僕が割り出した数字から、ちょっと、変えてね、51,400円当たったそうです。僕もね、これ3と8が変わっとったらね、359,900円でね、仲間全員に活動をご馳走できたというね、残念でしたね。それでね、今回割り出したのがね、これが昨日なんですよね、8984。うん。で、これがね、1日ずつ前でね、で、8がね、0とね、8っていうのがね、結構気になってたからね、まあ、多分8は絶対来るかなと思ったんですよ。ね。うん。で、まあ、0も続いてるから、まあ、0と8で組むかということで、でね、いかんのがね、0と8で、0かなんかこの辺にね、8とか0が来ててくれれば、そんな迷わずにね、すんなり行ったんだけど、今回ね、ちょっとね、たまにしか出てこないね、3がね、続いたんですよ。ね、これ3。3にね、惑わされちゃった。だからね、まあちょっと3を持ってくるかってことでね、8080じゃなくて3080にしちゃったというね。こいつがいかんかった、こいつがね。うん。でもまあこの8とね、0の読みはね、まあ、良かったかなってことでね。まあ、外れれば0で、ね。ダメですけどね。まあ、一応ね、僕の、割り出した数字で、一応仲間がね、51,400円当たったというね。まあ、そういうご報告でした。なんか、ご馳走してくれるって言ってましたんでね。うん。ということで、またね、次回のね、参考にね、うん、毎日買うんじゃなくてね、僕がやってるみたいにね、1週間に流れを見てね、まあ、できれば2週間ぐらいね、流れを見るとね、毎回かなり近いところまでね、来ますんでね、うん。で、僕たちがやってるみたいにね、友達とか知り合いでね、ちょっと番号ずらしてね、みんなで買うとね、面白いんじゃないかなって。まあ、本当はね、一人当たってがっぽりっていうのがいいですけどね。まあ、仲間内でね、なんか飲み会の、軍資金とかなんかになりますからね。まあ、そういうのも面白いんじゃないかなって思いますのでね。まあ、とにかく、まあ、今回もダメだったというね、一応ご報告でした。まあ、最近ね、こうやってちょこちょこやらせてもらっててね、コメントをね、いただけるもんですから、まあ、外れた時も外れた時で、こういう風に外れたよみたいな、ちょっと流れをね、まあ、ご報告ね、定期的にしようかなってね、思いますので、うん。もうでもね、もうこれで3、4回連チャンでね、1個ずれが来てますからね。まあ、お盆ぐらいまでにはね、1回、1、2回は当たるんじゃないかなって気しますけどね。まあ、皆さんも当たるといいですね。